飯田和俊ゲーム作家です。立命館大学映像学部で教員をやっております。京都という街は歴史が古い街なので多くの観光スポットがあります。まあ、その中では比較的若い、100年ぐらい前の建物に行ってみようと思います。ここは元立誠小学校、昭和3年の建造物です。比較的新しいかなと思います。この場所はもともとは小学校だったところで、今は総合文化センターとしてさまざまな催し物が日々行われているところです。中でも僕が気に入っているのは映画を見れるスペースです。アートフィルムやドキュメンタリーなどが上映されていて、そのセレクションもなかなか面白く、毎日通っても飽きないチョイスされてますね。この建物自体がすごく映画のセットみたいな雰囲気があると。で、そこで古い映画なんかを見ると映画の中に入ったまま出てこれないような建物の外に出たとしても、そういう不思議な気持ちになる。こういう映画を見る場所というのはあんまりないなということで大変気に入っています。この場所にいるとですね、自分が幼かった時の通っていた小学校よりも古い建物なわけだけども、でもやはり自分の記憶と重なる部分もあって、ちょっとこうタイムスリップするような感覚にたびたびなりますね。で、そうすると自分が今どこにいるのか、今が何時代だろうか、あるいは自分は誰だっけみたいなことで、いろんなことが謎になっていくというところもすごい楽しいだと思います。京都芸術センター、これもやはり古い小学校を改築して使われているアートセンターで、ここはですねアトリエがあって、時にはその作品を作っている光景が見れたりするんですね。展覧会は何らかのものが必ずやっているので、とりあえずここに来ると、そうすると面白い展示が見れる。この場所の一番便利なところは、京都に来ていろんな催し物があるわけだけども、それを一覧できるようなポータルサイトみたいなものが存在しないんですね。これが僕が京都に移り住んで一番困ってたこと で、ここへ来た時にチラシがたくさんあると、自分が見たいもの、行きたい場所というのが目で見てわかる。定期的にここには訪れるようにしています。僕は1968年生まれで、ちょうど10歳の時にスペースインベーダーのブームになって、スターウォーズの日本公開も同じ時期で、パンクロックが流行ったのも同じ時期で、3つの新しいカルチャーを同時に衝撃を受けたんですね。
まあ、それがきっかけといえばきっかけかなというように思います。学生時代はアートスクールに通っていて、ちょうど大学にコンピューターがいくつか導入されて、その PC を使ってグラフィックを描いた時にすごく自由さを感じたと。ものすごいスピードでこう作業ができるっていうところに惹かれて CG をやっていこうと思って、でだんだんとこうビデオゲームの世界に近づいていたということです。プレイステーション1の時にアクアノートル休日という作品でデビューしましたね。当時ゴールがないというゲームは珍しかったということで話題になったんですけれども、それは逆で話題になるためにそういうゲームを作ったということは実はあります。やはり美術というのが根底にはあって、で美術の世界というのは具象的な表現から抽象的な表現で、その方法論をこうビデオゲームに当てはめていくということに自分の面白みを感じていたんですね。何かは分からないんだけれども、プレイしていくうちに自分自身のことが分かっていくような、そういう瞑想的ゲームプレイ体験ができるようなものを作ろうと。アクアノートの休日がちょっとおしゃれな透かした感じのゲームっていうふうに思われていた節もあって、もっともっと悪乗りをしていこうと太陽の尻尾を作ったんですけど、ちょうど神戸の地震があった時なんですね。で神戸の街は非常にダメージを受けたと、まあ、だけどいろんな人たちがこう頑張って復興していくっていうところで、人の持っているエネルギーみたいなのをすごい感じたし、それをストレートに表現するにはこう電子時代のタフに生きていく人々っていうのをテーマにしたいなっていうことはありましたね。ビデオゲームの仕事を始めようと決意した時から、まあ、なぜかこう3本作ろうとテーマにしていて、まあ、なんで3本だったのかはちょっとわからないんですけど、巨人の土神というのは、まあ、最後のゲームということで、まあ、今まで感じていた要素というかやりたかったことをまあ全部一緒にしようというつもりはありましたね。立命館大学で僕は2つの仕事をしていて、で1つは今まで僕がゲーム業界でやってきたことをこう伝えていくということですね。で領域的にはまあアートのことを教えていく。ただそのアートというのはビデオゲームの中のアートということもあるんだけれども、アートの中のビデオゲームという2つの側面があると。でもう一つはワクワクすること、何に対して人々はあるいは私はワクワクするのか、観察が大事だと、まあ、その2つを主にやってます。まあ、ゲームをやってると面白い思うわけですよね。それがなぜ面白いのかということを深く考えていきたいなとは思っていて、全ての学問とか研究というのはそこにつながると思うんですけれども、人間とは何かと、で人間はその中でも面白いということがなぜ必要で、それを作っていくのかということを知りたいなと思っています。いつも心がけていることは観察をするということです。これはすぐに新しいアイデアを生むものではないかもしれないけど、ずっと観察を続ける、いろんなものを見ておくと、ある日突然コネクションされて、そこが大きなインスピレーションになってクリエーションが始まる。その日のためにずっとあるものを見続ける、
これが大事だと